W.W. は1987年制作のアメリカ合衆国のスリラー映画。自分の夢見る理想の家族像を掲げ、それが破綻をきたした途端に一家を皆殺しにする、殺戮を繰り返す、殺人鬼を描いた最コスリラー映画。現代の意味は、刑符。ジョンリスト事件をモチーフに、ドナルド・ EWE ストレイクとブライアン・ガーフィールドが、原案。 ウェストレイクが脚本を執筆、ジョセフ・ルーベン監督。主演のテリー・オクイーンの出世作。シリーズ化されて、全3作が制作され、2009年にはリメイクされた。日本での DVD タイトルは、W ・ダブル・ステップ・ファーザー。ある朝、ある街のとある一軒の家。中で一人の男が身支度をしている。リビングルームにはその家の家族の血まみれの死体が転がっていた。 男は、身支度を済ませると、その家を出た。一年後、別の町。シングルマザーのスーザンとステファニー母子の家に、不動産会社に勤めるジェリーブレイクという男が、ステップファーザーとしてやってきた。スーザンは優しい彼を信頼していたが、ステファニーは彼になじめず、不信感を抱いていた。そんなある日、ステファニーは、ふとしたことからジェリーに不信を抱く。一方、ジェリーは、 自分の身辺を嗅ぎ回り、蘇生に気づいた者たちを口封じに次々と殺していく。そして、ステファニーは、ついに、ジェリーの恐るべき蘇生を知る。彼は、理想の家族を求め、もし一家の中にその彼の理想に反する者がいれば、家族を皆殺しにするという殺戮を繰り返す狂気の殺人鬼だったのだ。そして、ステファニーの犯行をきっかけに、スーザンとステファニーにもついに、 ジェリーの魔の手が迫ってきた。しかし、二人は果敢に反撃し、ジェリーを帰り討ちにするのだった。ストーリーのモチーフになったジョンリスト事件の犯人ジョンリストは、ジェリー同様に事件後別の女性と再婚している。なお、その際に子供はいなかった。ありがとうございます。